出ちゃって顔が頭がだいぶ前に今自然体ですよね、はい、こんにちは、こんにちは、久しぶりです。お久しぶりです、はい、ご来店いただいてありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ちょっとなんか天気も最近変な感じですけど、昨日大雨でしたね。昨日すごかったですね、はい、氷が降って大丈夫でした。外じゃなかったですか。全然、はい、梅雨生まれなんで、はい、雨好きなんです。あ、そうなんですね、はい、でもちょっと今日お顔色が血色がなんか白っぽいというかね、なんかすごい疲れた顔に見えるんですけど、ちょっとお背中も丸くなってしまっていて、だいぶぐったりって感じが。ぐったり。ぐったりしちゃってますか。あと暑さでダメなんですよ。ああ、暑さがきついのと、はい。食欲も減退してて今。あ、食欲も落ちちゃって。そうなんです。あら、だから結構体調がね。そうなんですよ。良くないっていうツイッターでもデリケートなゾーンが今ちょっとあれなんですよ、炎症を起こして炎症を起こしてしまってそう、辛いですね。痛いんですか。痛がゆいんです。痛がゆいんですか。今も痛がゆいですか。そう、痛がゆくて多分なんか寝てて無意識でボリボリしてるんですよ、はい、なんか爪に血とかが溜まってて、血出ちゃうんですか。そう、大変ですね。でもまあお風呂入って洗えば落ち着くんですけど、今日なんか今朝調子乗ってあの自転車で駅まで行ったら、サドルでまたこう刺激されてしまい、今ねあれなんです。なるべく触らない方がいいっていうか、あんま動かない方がいいみたいな。ああ、確かに安静にして清潔にして水分多く取ってみたいな感じですかね。こう代謝良くしてみたいな。あとなるべく悪いことは考えずみたいな。ああ、ストレスとかも。そうなんです。ストレスでまたすぐ繰り返しちゃうんで。ああ、一回なると結構こう、そうなんですよね、癖がつくっていうか塗りやすいってありますよね。あ、もうちょっと癖になってるんだと思う。ああ、それじゃあ今日はちょっとその炎症を抑えるとか、はい、ストレスを和らげるとか、そうですね、するようにします。ありがとうございます。はい。はい、今他に何かコロナのこととかで気になることありますか。気になることはちょっと足裏がやばくて、はい、なんかカサカサしてて、あ、カサカサ。タッチ比べると確かになんかこう乾いてる感じと皮がねちょっと厚くなってしまってる感じ。そうなんです。ありますね。ちょっと調子乗ってなんか3時間ウォーキングとかしてたんですよ。あ、それで多分なんかちょっと、ま、豆っぽくなってるのもあるし、あ、はいはいはい、確かに確かにそういうの影響しますね。そうそう、でもちゃんといたわってあげてないからどんどんなんか、はいはい、保湿とかをあんまりしなかったですか。老化が早くなってしまった足裏だけ老化っていうか多分でもちょっと歩き方が悪かったりとか靴が良くなかったりとかかね。あ、そこら靴ずれの後ですね。あ、靴ずれ、そう、重心が綺麗に乗ってないで、うん、こう皮が寄っちゃうところがあると、そう、厚くなってきたり、守ろうとしてるのでどっか一箇所刺激が強かったりとか。へー、そうですね。だからなんか健康サンデルとかも履き続けると角質が厚くなったりしちゃうっていう。あ、そうなんだ。あるんですよ、やっぱりこう点でギュギュしちゃうから。で、あとああいうのって、うん、あの油分水分を取っちゃう感じになるらしいんですよね。結構カサカサになるんですね。そうそうそう、だからなんか履くものはやっぱ通気性のいいものとか、うん、そう、刺激がこううまく分散するように、うん、そのインソール入れるとかして対処して、まあ、保湿もしてマッサージもしてとかするとだいぶ綺麗になると思うんですけど、うん、あ、そうなんです。でもまあさっきストレスっていうワードもあったので、はいはい、そうするとこうターンオーバーがスムーズにいかなくなって、そうそう、あの、まあ、足裏とか膝とか肘とか出やすいところが厚みが出てきちゃうとか、うん、そういうのはくすみが出るとかは、今日ちょっとすごいですね。これ横からね取った方がいい。ちょっと分かると思うんですけど、なんかここの厚みが結構出ちゃって顔が頭がだいぶ前に今自然体ですよね。あ、でもなんかこれちょっと、最近映画の試写会とかよく行くようになって、はいはいはい、監督から感想なんか聞かれるじゃないですか。どうでしたって観客席、はいはいはい、もうなんか刺されないこうやってるから癖になっちゃって。
いつもこう身をかがめてごめん合わせないように忙しいぶりそれがちょっと癖になってなんか余計丸みを帯びて丸みがすごく出てきちゃってるからあこれもちょっと改善したいんですね今ビフォーということではい、ちょっと謎の言い訳ですけどそうこれからちょっともっとスッとするとねやっぱスタイルもよく見えるしやっぱこうなっちゃうと呼吸も浅くなるから代謝が落ちたり、うん、こうストレスにも弱くなったりそうですねそうやっぱ体調悪くなっちゃうので、うん、そうですねその辺もせっかくねこう春色のなんかそうです ね明るいスカートを履いてるようにちょっと もったいないので、はいねね、ちょっとやっていきましょうはい、はい、よろしくお願いします